皆さんこんにちは、ガータです。今回はこちら迷宮伝説をプレイしていきます。このタイトルのさ、水の音、あのトイレの音消しみたいでいいですね。心が安らぐゲーム自体はですね、アクション RPG で、舞台が自動生成のダンジョン、世界の果てにあるとされる伝説の王国カナダカナタだと。その国には恐ろしい怪物たちが潜む、呪われた迷宮があり、失われた王権の財宝が隠されている、そんな噂が、なるほどね、よーくわかりました。なるほど、じゃあスキップしようかスキップしてもいいですかね。スキップしても大丈夫だったかな。これストーリーは大事だったりします？お、いきなり人がいます。ようこそ、君は冒険の初心者だな。なんでわかったの？まずは移動。おお、上出来だ。ちょっと BGM でかいかな。設定でいじっておくべきだな。画面の右下のタップボタンを、いて、えい、押しっぱなしでいけるね。上出来だ。お前も食らえ時には守りを固めることも重要。縦ボタン、ガーン。残り2回早く殴って。いいぞいいぞ、気持ちいい。上出来だ。いて、あの攻撃されてるんですけどガードすると MP を消費する。あー、マードポイントね。攻撃を当てると回復。おや、エッチなポイントが減っているようだなと。 HP がなくなると倒れてしまうので傷薬を使って回復。傷薬を持てる数は決まっている。なるほど。冒険が終わるたびに自動で補充される。その貧相な武器と防具ではこの先は不安だな。やったー、装備しないと意味がないぜ。やったね、弓と鎧を手に入れた。最後に特別訓練をしよう。こいつを倒せってことか。鍵のマークがついた敵を倒すと出口への扉が開く。こいつだ。やばい、袋にされてるぞ。弓に回数制限はないのかな。刺さってる刺さってる。じゃあな、別れの挨拶はしないぜ街だ。迷宮に向かうのかい。気をつけなよ。ありがとよ。鍛冶屋で、お寝てるじゃんお姉ちゃん。コインが貯まったら薬瓶を買っておくといい。アクセサリー屋さん、たっか。鍛冶屋さん、おお、強化する。それが普通に強いの買った方がいいのか。強いのというか装備、ただ表示の意味がまだよく分かってないからな。兜、鎧、物一緒だよねこれ。なんだろう、魔物図鑑。これは倒していくと埋まるんでしょう。広告を最後まで見ると宝箱の中身が手に入りますスマホゲーらしいな。お、鎧が手に入ったじゃん。ありがとよ。これ装備に応じて見た目も変わるといいよね。そこまではないか。ガーラさん、相談があるんだが。なんだい。金を貸せと。コインまだないよ。さっき買い物もしちゃったからな。このゲームね、無料ゲームなんですけども、かなりね、そのレビューページで評価が高かったんで、なんだろう、シンプルというか分かりやすい、かつあとは不快感を与えないいいバランスなのかな。スマホゲーってね、なんか広告だとかなんかそういうところでね、ゲーム性以外のところで無駄にプレイヤーにね不快感を与えてしまうゲームとかあるからな。もう一度訓練を受けたい。いいです。食らえ、ダメか怪しい、こいつ絶対敵だろ特別な要素、お、スキン変更とかあるのか。へえ、無料で変えられるもう変えちゃった。ドットの感じもいいな。しかも結構動いてるし。呪いの力によって村から出ることができない閉じ込められてる。変えねえ傷薬結構高いんだね。無知の技、技、そういうのもあるのか。魔物の島、これはもう来ていいのか。仲間を探す、へえ、
スライム仲間にできるんだ。仲間リスト。へえ。友好的な仲間を、違う、魔物を仲間にして、冒険に連れて行くことができる。へえ。魔物はいろいろ特技を持っている。スライムもね、レベルを上げきれば灼熱とか覚えるからな。魔物を村に放ってしまう。入り口。これ間違えて仲間をやっちゃいそうなんだけど、まあアイコンがついてるから大丈夫かな。えいえいえい。よしよし。階層があるからやっぱローグライクゲーム感もあるね。槍。まだ移動しなくていいです。急ぐ旅じゃないんでな。破壊できるオブジェクトとかもね、うん、どんくらいあるかを確認したいな。一応左上にあるこれがミニマップなのかね。このキノコは、お、一応コインとかは出る。まあ稼ぎは少ないから。てかスライムの音うるさい。設定で切れるかな。移動します。おっと、敵か。びっくりした。敵じゃなかった。仲間にしたのに未だに敵と勘違いしてしまう。おっと、強いね。同じスライムっていうか同じ敵でもレベルによって性能がやっぱ違うんだね。槍も使ってみようかな。レア度が2だったね、これ。いいね、いいね。なかなか射程もあるし。まあ、技とか覚えたりでね。うん。強い技持ってたら、あ、荷物がもういっぱいになっちゃった。技が良ければね、うん、武器の性能より技で選んで道中進んでもいいし、今のところは余裕だけども、どこまで進めるかな。一定階層行けばクリアになるかな。なぎ払うのは剣の方がいいね。ただ攻撃力自体は今のところ槍の方がいい感じっぽいので、こういうの見るとな、全部切りたくなっちゃうけども。ゼルダの伝説とかでね、草を刈るの大好きだし。しかしこれインベが、うん、すぐパンパンになっちゃうからね、次第に大きいカバンとかそういうのでたくさん持てるようになるかな。スライムくんは、仲間のスライムくんはダメージ受けるとやっぱ死んでしまう。あ、なんか ゴブリンか。早いやつがいるなと思ったら、おっと、ゴブリンはちょっとやっつけきれなかったな。まあ、HP はね、敵倒してたらハートが出て、それで回復できるんで。強い強い。押し切れなかったな。あ、スライムそんなところに保護色になってたんだね。不思議のダンジョン系と違ってさ、この移動するまでにね、ゲージが溜まんないと移動できないから、もう逃げろ、次の階層に逃げろってさ、即降りというか即進みしたくてもね、その時間内にやられてしまったらってところがあるから、そこはいいバランス作ってんのかな。気持ちいいな、こういうハクスラ系っていうのかな。楽しいぜ。いいね、王道アクション RPG 感があっていいね。原点回帰じゃないけども、やっぱりその昔風というかシンプル王道そういう系って結構今好まれたりするからね。よいしょ。なおかつこのゲーム、さっきも言ったけども、
このクオリティで無料っていうところがまたいい。この敵を倒してちょっとさ、うん、HP 回復の出るのありがたいね。ブーメラン、うん、本当はね、お、指も新しいのが出た。ただ物によっては防具の方かな、うん、強化値の書いてあるやつとかもあるから、それ次第で、うん、そっちの方が使いやすかったりもするだろうからね。あ、防御力はちょっと下がっちゃうけど攻撃力が上がる系か。今はつけてる宝箱からね、広告宝箱から取ったやつ星4だからね。で弓が、うん、こっちと変えてみよう。なんだこれ、鉄鉱石、あれか、鍛冶屋とか持ってったりするやつかな。素材系でしょ。ゴブリンレベル6、ちょっと痛い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 。高圧鎧いらないかな。荷物がいっぱいです。このスライムにいくつか持たせたいね。溶かされちゃうかな。仲間なんだからさ、ちょっと荷物持ち手伝ってよ。もうこの感じだったら道中、うん、物探しせずにどんどん進んじゃってもいいかな。レベル上げは大事だけど、お、ちょっと弓のこのスピード上がった？気のせいかな。だえ、下がり打ちしたいね。この移動しながら打つやつ。弓も結構射程があるから助かる。これか、ミニマップをこうやって表示させると。めっちゃ刺さってる。この矢が残るの面白いね。えい、お、なんか金の宝箱が、これはレアなものが出るのかな。でも今インベパンパンだから剣星3つ。ああ、こっちかな。お、射程もちょっとある。こんなもんだって元から。なんかフルスピードも速そうな。おっと、ちょっとミラーリングの不具合で画面が固まっちゃった。ごめんごめん。いいね、気持ちいい。剣気持ちいいな。この投げ分だけさ、周りへの射程もあるし。ほら、スライム置いてくぞ。この草とかキノコを狩りやすいんだよな。えい、鍵持ちは、お、いた、鍵っ子。あとは複数人に対して、複数の敵に対してね、こうやって攻撃が当たるから、この横範囲は好きだな。鍵を手に入れたので次の階層へ。ナウローディング、お、ゴブリンのドン。振りかぶってきたらガードした方がいいのか。いや、結構食らうね、それでも。お、当たらない。アンチだ。アンチってわけじゃないけども、見切ったぜ。お前の攻撃範囲行って。さっきそのまま移動はしてこなかったでしょ君。うん、弓の射程もちょっと回復しとこう。おっと、これはもう押し切っちゃった方がいいか。よいしょ。そして音楽かっけえな。あぶねあぶね。これちゃんとアイテムをゲットして、あー、これは取っておきたいな。普通の剣捨てるか。でこうやってプレイ時間、おお、リトライ、ボス戦、そういうのもできるのか。リトライしなくてもいいと思うんだけどな。そしてダンジョンクリアしたら広告が流れた。お守りを装備すると。しかし高いね。なんかいらないものを売っ払えば、うん、
ストーリーを進めるとちょっとセリフが変わるね。おお、これは買わなきゃ。大きなバッグ。収納箱の大きさも変えられるのか。コインが足りないよ、すまんな。で、取っておきたいものはこっちに入れたりとかね。ラインナップもちょいちょい変わるね。ハンマー、鎧とかも増えて。ここはランダムで変わんのかな。あ、でもストーリーの進行状況に合わせたものが、なんだろうね、クリアすると増えるとかもありそうだし。いや、この感じか。いや、面白いなこのゲーム。うん、まだ序盤ではあるけども、程よいバランスでやりやすい。うん、これはいいぞ。迷宮伝説、うん、迷宮物語って一瞬言っちゃいそうになる。迷宮の復活とか思い出すな。ファミコンゲームのあれ好き。しかしこのゲームは迷宮伝説ですので、お間違えのないよう。うん、無料ゲームですので、よかったらやってみてくださいと。とりあえず最初のあたりをプレイしてみました。ご視聴ありがとうございます。